7時間かけて行ってよかった IMP のライブがかみすぎた話する。x ゲームズ千葉2024レポ IMP ライブでさらに嬉しいお知らせ発表。次は何が来る予想と考察が止まらない。x ゲームズ千葉2024はスケートボードや BMX などエクストリームスポーツのトップ選手が集まるだけでなく音楽やアートファッションといったカルチャーも融合した一大イベントです。 今年の大会テーマソングであるバムブーは、その融合を象徴する楽曲として注目を集めています。この曲は IMP というアーティストによって制作され、彼らのライブパフォーマンスでも披露されました。XGames でのステージは、観客の興奮を一気に高める圧巻のショーで、彼らのパフォーマンスがどれほどの影響を与えたかを物語っています。特に印象的だったのは、 シンンののの衣装とそのパフォーマンスの融合です彼の金髪とマッチした衣装は、ファンから、かっこいいとの絶賛の声が上がり、IMP のメンバー全員が舞台上で見せる統一感と個々の個性が際立っていました。このようなビジュアルと音楽の一体感が、ファンにとって特別な瞬間を提供しています。音楽だけでなく、視覚的にも楽しめる要素が盛り込まれていることが、ライブの魅力をさらに高めているのです。 そして、ファンにとって大きな喜びの一つが、10月21日に、バムブーのデジタル配信が決定したという知らせでした。この発表に対する反響は SNS 上で爆発的に広がり、待ってました。やったー、という歓声が次々と投稿されました。ファンたちは、この曲が公式にリリースされることを心待ちにしていたのです。彼らの期待感はとても高く、配信日までのカウントダウンが始まりました。 IMP のライブパフォーマンスを実際に目にしたファンの中には、遠方から駆けつけた人も多くいました。7時間の運転をしてでも、このパフォーマンスを見る価値があると感じたファンが SNS でその感動をシェアしているのは、その一体感と熱狂が会場に満ちあふれていた証拠です。また、ライブパフォーマンス後に聞かされた、さらに嬉しいお知らせがある、という一言が、ファンの興奮を一層煽っています。 この嬉しいお知らせが何であるかについて、ファンたちは期待に胸を膨らませ、さまざまな予想や推測を展開しています。新曲のリリースや追加公演の発表かもしれませんし、あるいはファンに向けた特別なサプライズが用意されているかもしれません。何であれ、その発表を待つ時間すらも楽しんでいる様子がうかがえます。このように、IMP はファンとの距離感を大切にし、彼らとの絆を深めてきました。 デジタル配信の発表に加えて MV の公開も期待されておりファンたちはこれを心待ちにしています IMP のメンバーは単なるパフォーマーではなくファンとの対話を大切にするアーティストとしての姿勢がファンの心を捉えて話しません特に SNS での交流が活発でありファンが投稿した感想や思い出に反応することで双方向のコミュニケーションを構築していますこのような取り組みが 彼らの人気を一層高めている要因の一つでしょう。さらに、エイクスゲームズという国際的な舞台でのパフォーマンスは、IMP にとっても重要なステップでした。エクストリームスポーツのイベントとして知られる X ゲームズは、若者文化やストリートカルチャーとの親和性が高く、IMP のスタイルとぴったりマッチしています。彼らの音楽が持つエネルギーと、スケートボードや BMX のダイナミックな動きが一つになり、 会場全体が一体となった瞬間は、まさにエ g クスゲームズの醍醐味でした。音楽とスポーツが融合するこのイベントは、IMP にとっても新たな挑戦であり、彼らの音楽がどのように国際的な舞台で響くかを試す場でもありました。しかし、ここで新たな問いが浮かび上がります。X-GAMES のようなエクストリームスポーツイベントにおける音楽の役割は、単なるバックグラウンドミュージックにとどまらず、 どののよううな影響を与えているのでしょうか IMP のバムブーがスポーツ選手や観客にどのようなエネルギーをもたらしたのかそしてそのエネルギーがパフォーマンスにどう影響を与えたのかを考察することは今後の音楽イベントにおいても重要なテーマとなるかもしれません。例えばスポーツと音楽の相乗効果を研究する分野が今後広がる可能性があります。 音楽がアスリートの集中力やパフォーマンスにどのような影響を与えるか、または観客がどのように音楽を通じて試合やパフォーマンスを楽しむかといった視点から、より深い理解が求められるでしょう。IMP のようなアーティストが、エクストリームスポーツイベントにおける音楽の可能性を広げる役割を果たしていることは間違いありません。また、バムブーのデジタル配信決定というニュースは、 デジタル時代における音楽リリースのあり方についても考えさせられますかつては CD やアナログレコードが主流だった音楽業界も現在ではデジタル配信が当たり前のものとなっていますこの変化によりファンはどこにいても瞬時に音楽を楽しむことができるようになりましたしかしこの利便性が音楽体験をどのように変えているのかそしてライブパフォーマンスとの違いはどこにあるのかといった問題も浮上してきます IMP のファンたちがデジタル配信を心待ちにする一方で、ライブでしか味わえない臨場感や一体感もまた、彼らが大切にしている要素であることは間違いありません。さらに、デジタル配信とライブパフォーマンスの相互作用について考えると、現代の音楽シーンにおいてアーティストがどのようにファンとつながるかが重要な課題となっています。SNS を通じてファンとのコミュニケーションを深めつつ、 ライブというリアルな場でその絆を強める IMP の姿勢は、今後の音楽業界における新たなスタンダードを示しているかもしれません。こうしたファンとのつながりを大切にする IMP の活動は、単なるエンターテインメントを超え、共に成長し、共に感動を分かち合うという新しいアーティスト像を体現しています。10月21日に控える、バムブーのデジタル配信は、その一つの節目となるでしょう。そして、 その先に待つ、さらに嬉しいお知らせがどのようなものであるか、ファンの期待は膨らむばかりです。この、さらに嬉しいお知らせが何であるかは、今のところ誰も知りませんが、ファンコミュニティ内ではさまざまな憶測や希望が飛び交っています。追加公演の発表、特別なイベントの開催、新曲やアルバムのリリースなど、その可能性は無限に広がっています。特に、 シンくんや他の IMP メンバーが SNS 上で何かヒントを出すたびに、ファンの期待はさらに高まっています。彼らが発する一言や写真が、瞬く間に拡散され、その意味をめぐる議論がファン同士で繰り広げられる様子は、彼らの音楽が単なるサウンドとしてだけでなく、ファンの日常や生活そのものに深く溶け込んでいることを物語っています。また、バムブーのデジタル配信によって、 IMP の音楽がより多くの人々に届くことは確実です。これまでライブに参加できなかった人々や遠く離れた場所に住むファンも、この配信によって IMP の世界に触れることができます。デジタル時代の恩恵により、音楽は地理的な制約を超え、瞬時に世界中に広がります。IMP の楽曲が世界中の人々にどのような影響を与えるのか、そして新たなファン層がどのように彼らの音楽に出会い、 共感し、熱狂していくのか、その展開は非常に興味深いものです。IMP のメンバーたちがこのような反響を受けて、どのように次のステップを踏むのかも注目です。XGames でのパフォーマンスは、彼らにとって大きな挑戦であり、その成功は自信と確かな手応えを感じさせたに違いありません。しかし、アーティストとして成長し続けるためには、さらなる挑戦と進化が求められます。 次にどのようなステージに立ち、どのような楽曲を届けてくれるのか、IMP の未来に対する期待感はますます高まるばかりです。そして、ファンが今後も彼らと共に歩み続けることは確実です。ライブ会場での熱気や興奮、SNS 上での応援や感想の共有、そしてデジタル配信を通じて広がる音楽の波紋すべてが IMP とファンの強い絆を象徴しています。この絆は、 単なるアーティストとファンの関係を超えた、互いに影響し合い、支え合うコミュニティのような存在です。ファンにとって、IMP の音楽は日々の生活に活力と希望をもたらすものであり、彼らの成長や活躍を見守ること自体が大きな喜びとなっています。IMP の活動を通じて、ファン一人一人が自分自身の夢や目標に向かって前進する勇気を得ているのです。これこそが、 彼らの音楽が持つ真の力であり、IMP が多くの人々に愛される理由でしょう。今後、IMP がどのような新しい挑戦を続けていくのか、そしてどのような物語が紡がれていくのか、彼らの旅はまだ始まったばかりです。ファンと共に歩むその道のりには、これからも驚きや感動、そして数えきれないほどの嬉しいお知らせが待ち受けているに違いありません。 IMP が描き続ける未来の物語がどれほど素晴らしいものになるのか、その一端に触れることができるのは、ファンにとってもまた、何者にも代えがたい幸せな瞬間です。